中日は25日の DeNA 戦に敗れ7連敗。借金は今季最多の27に膨れ上がったが、この日、始球式に登板したお笑いコンビスピードワゴンの井戸田潤は、近年では一番多い借金ですよね。残り試合数31試合を考えても全勝するっていうことは考えにくいですと現状分析。その上で借金の方ばかりに目を向けても仕方がない。若手の育成やチームのまとまりを今シーズンのうちに少しでも得て、それを来年への貯金とする。そういう前向きな味方気持ちでファンは見てると思うんですよ。来年、いい意味での花が咲く。種まきの段階そう考えてます。こんなポジティブ中にドラファンも珍しい。そら中日の仕事欲しいなら表向きは言うしかないわな。種まいても年貢で徴収されてくれへんやんけ。収穫は禁止されてるぞ。木が輸出するぞ。米の種まけよ。令和の基金だぞ。そう、それはまるで稲作のようにね。立派な米を収穫。って米禁止やないかい。なお育った米は徴収される。ここまで育てるの下手な球団珍しいよな。いくら打者不利な球場とはいえ。投手陣まで崩壊しかけとるの意味わからん。与田が巻いて立浪が掘り起こして違う種埋めて上から強く押し付けた定期。種まきをしたのは与田の頃だよ。ぼちぼち収穫できるとこから収穫していきましょうって甘やかされたポジションで、就任したのに弱い理由がわかりましたとか言うて土壌から壊したのが立浪。与田政権が必死に種まきしたのに、何勝手に立浪が種まきしてる扱いなんやろな。言うて野村さんも阪神で3年連続最下位やったし、その後星野が優勝させた。星野みたいなカリスマを呼んでこい。種の巻き方にもやりようがあるやろ。立浪の昭和の根性野球が実を結んだら野球界は終わりや。立浪が畑を踏み荒らしてる最中なんですが、種潰れちゃうよ。買った野菜を並べる阪神。せっせと種から育てる中日。